ちょっとね、この韓国のセンターの人が悪いんですけど、ちょっと場所をお借りしてですね、やってるんですけどね。はい。ということで、今日の、話、始めてまいりたいと思いますね。はい。ね。ということで、音楽消しましてですね、始めてまいると思うんですけどね。今日のテーマはですね、これですね。はい。光る人の足を引っ張る人っていうのね。っていうのと、スピーチャル離婚っていう話なんですけどね。はい。何ちょっと緊急事件のタイトルが出てない。ちょっと待って、これだけ出しておきますよ。ごめんなさいね。よいしょ、これ。はい、ちょっと出しておくかなんですけどね。よいしょっと。はい。これでちょっとタイトルも OK かなと思いますよね。これでいこうかなと思います。よいしょっと。そうですね。はい。それでは始めてまいりたいと思います。ということで、足を引っ張る、光る人の足を引っ張る人っていう、題材なんですけどね、これがね、ちょっとね、いくら厄介でですね、例えば皆さんがですね、まあ、スピーチャルテレビとかこう、見るじゃないですか、見ててですね、その、なんていうのかな、こう、どんどん意識上がってっちゃうんですよね、結局。まあ、スピーチャーテレビ見てもそうだし、例えばいろんなスピーチャーの本読んでもそうだかもしれないし、まあ、スピーチャーの本でなくてもね、ビジネス書でもそうかもしれないですしね。あと、いろんなところに今、心理っていうのが、世の中に実はいろんなところにありましてですね、それを、その人が掴んでいって、それを自分のものにしていっちゃうと、どんどんバイブレーション上がっていってしまうんですよね。実際できるようになってしまうんですね。で、バイブレーションが上がっていったときにどういう現象が起こるかっていうとですね、結局、周りの人とも差っていうのができるんですね。例えば職場、それが職場だったり、家庭だったり、夫婦だったりとか、いろいろこう、その、なんかパートナーシップを組んでいるところの人とこう、圧力が出てきてしまう場合があるんですね。例えば厄介なのは、例えば上司より自分より、会社で言えばね、上司より自分がバイブレーション上がった時どうするかって話もあるんですよね。そうするとこう、バイブレーションが上がってきてしまうと、バイブレーションが上がってる人が心理が分かってるから、いろいろ分かるんですよね。本質的な情報にアクセスしやすくなるので、非常にこう、本当のことを知っているような状態になってしまうわけですから、まだそれを知らない人の方がこう、まあ、器が小さいと言いますかね、まあ、こう、逆転現象が起こってしまうわけですよ。例えば、親がね、例えばよく知っていて子供がそこにいるんだったら、その、器の大きい人に保護されている子供っていう感じですごくいいんですけど、まあ、それはその、ある時期まではね、それは子供知識がないし、そういう点ではそういうのは成り立つんですけど、ある種こう、魂の成長っていう面からすると、まあ、親より子供が、大きくなってしまうっていうかね、成長してしまうことっていうのもあり得るんですよね。で、そういうこともある。だから、逆転現象っていうのは、往々にして起こりやすいんですよね。で、まあ、もうちょっとサブタイトルで、スピーチャー離婚っていう話が入ってますけど、で、スピーチャー離婚っていうのは結局、片方のですね、方が、まあ、旦那さんでも奥様でもね、どちらでもいいんですけど、あまりの意識がどんどん上がっていってきてしまったときに、相手の成長が同時にこう大体上がっていくとすごくいいんですけど、非常にそういう差ができてしまうってことが、あり得るんですよ。で、そうするとね、話が全く合わないということになってしまうんですね。例えば、私たちがね、いや、大いなるものが、ね、私たちは神の子ですよね、とか、そういう話をしても、まあ、何言ってんだと、まあ、変な宗教にかぶれたんだろうとかね。そういう
こう、まあ、うん、まあ、真の宗教に被れたんだろうって言い方、まあね、わかんなくはないんだけど、でも、もっと本質的なところがあるよっていう話なんですよ、要は言いたいのは。というところがあるんですね。はい。声が途切れ途切れなんですというのがちょっと来てて、もし途切れ途切れの場合は、皆さん聞こえてますかね？聞こえてない人と聞こえてる人とかいますか？それだけちょっと確認したいんですけど、ちゃんと聞こえてる人がいたら、ちょっとこのまま放送を続けます。全員途切れ途切れだっていう場合は、ちょっと、また後日するなりにちょっと方法を考えますけれど、はい。まあ、そういったことが、あるわけですね。で、その、まあ、まあ、特に奥様と旦那様の問題っていうのは、そうすると、ね、家庭内離婚の状態になってしまうこともあり得るわけですよ。ですからね、そこはすごく問題で、でも、ね、そこで別れてもいいし、別れなくてもいいし、どっちもいいんですよ、それ選択だから。で、どっちがいいとも言えないんですよ、これ。なんとも。それは本人の次第の問題だからね。だから、あれ全部選択だから、その人のね。その人が、そこでずっとその時代でいいって選択するのも OK だし、別に離婚してっていうのも、で、違うやり方をするっていうのも一つのやり方だと思うんですよね。で、今ね、ちょっと思ってるんですけど、今後ね、やっぱり、この家族っていうシステムっていうのが、スピリチュアルな意識を上がった人たちっていうのは、ちょっとこれ以上形態取らないんじゃないかなと、ちょっと僕思っているところがあって、なぜならばですね、多分フィンドホンだとか、まあ、イタリアですとダマヌールとかですね、あと、まあ、インドでもいろんなところに、スピリチュアルコミュニティってあるんですけど、まあ、アメリカもありますけどね。だから、そういったコミュニティ形式になっていく可能性があるのではないかなと思ってるんですよ、日本でも。例えば、スピリチュアルな人同士がある地域だとか、あるシェアハウスとかみたいなところですかね。ちょっと大きい部屋でもいいんだけど、ところでも大きな家でもいいんだけど、そういうところで一緒に住んでるみたいな、いうね、形になるかもしれないなと思ってるんですね。まあ、なぜそうかというと、まあ、そうならざるを得ないと思うんですね。で、まあ、現状を考えるに、これから相当ですね、意識上がってきてしまう人が増えてしまうんですよ。まあ、今、悟りの話とかね、ここに悟るとこですけどね、こういうところとか言ってて、で、現状で今、日本で7名でしょ、悟ってる人が。7名、まあ、国関係だけですよ。だけで考えてもですね。国関係だけで考えてもですよ。まあ、全世界で考えると国関係だと1000人いるんですけど、あと、ここ関係以外の方で悟り始めてる人ってまたいっぱい出てきてるでしょ、今、世の中で。で、そうなってきますと、結局、そういう人たちって、どこにいればいいのって話になってくるんですよ、結局。ごめんなさい。そんな一般的なね、家庭の中でいるっていうより、でね、で、あと、勘違いしちゃいけないのは、悟ってる人っていうのはね、もう、すごい、もう完璧な人ですごい人だとかって思っちゃうところあるじゃないですか。別にそうじゃないんでね。ある種、真実を知っちゃった人なんですよ。ある種、真実を知っただけであって、まだその先があるんです、実は。うん。まあ、これ言っていいと思うけどね。別に、だから、悟ったからといって、その次あるの、まだ先あるんですよ。うん。学んでいくっていうのはずっとね、差異がないんです、実は。だから、その時に、同じようなレベルの人と一緒にいる場所にいた方が、精神的な向上っていうのがしやすいんですよ。っていうの。まあ、だから、相手がやってることにして、問題意識を持たないのでね、レベルの高い人っていうのは。相手のやってることを尊重するんですよ、基本的には。尊重して、あ、どうぞどうぞっていうことで、なりますからね。そういうところがあって。まあ、ですから、まあ、そういうところがあるので、居場所としてはすごくいいわけですね。そこで一緒に学んでいくこともできますし、あと、例えば、鏡の法則とかもみんな分かっているから、そこで起こることっていうのも、あ、鏡になってるよねっていうことで、
みんなでディスカッションすることによって、ね、クリアしてったりすることも可能だったりするわけですよ。ですから非常にまたそこで非常に早く意識を上げていくことが可能になるわけですね。ですから、まあ、スピーチャルコミュニティっていうのはある種必要なところもあるわけですね。で、その、まあ、スピーチャル離婚っていう話も出てますけど、例えばそういったケースでね、まあそういう、どうしても自分の行き場所がないっていうケースにおいては、そういうところがね、受け皿になる可能性はあるなと思ってるんですよ。で、これはね、女性においても男性においても同じで、結局、そういうふうになってきちゃうと、まあそういう場所が必要になっちゃうんですよね、結局ね。だから結局、その、ヒンドホンでも、まあ、ダバヌールでも人が集まってきてしまうわけですよ、要は。うん。ね。で、そういうところがあって、ね、ちょっと音声のちょっと悪い質問言って申し訳ないですけどね。まあちょっとなるべく、これダメだったらまた録画しておきますけど。ね、だからそういった形があって日本でもそういうのが出てくる可能性があるなと思いますね。で、まあそういったいい場所にこう移動できればいいですよ。そうやってコミュニティだとかね。そういう、あとスピーチャーの人たちのシェアハウスだとかね。そういうところに移動できればいいんだけど、それができなければ、やはり家庭内でそういう問題、つまり、その、意識の差が開いている人と同居していなきゃいけないって問題が出てくるんですよね。で、何をやってるか相手が理解できないっていう問題があるんですよ。結局ね。で、そうすると、最悪の場合、職場とか、とかの同僚とかの場合だとね、足を引っ張るケースっていうのもあるんですよね。今回のちょっとテーマになってますけど、光ってる人は、のね、足を引っ張る人っていう話になってますけどね。結局、足を引っ張ることするんですよ。なぜかっていうと、本当は相手の方がレベルが上がってるというのは、実は魂レベルでは気がついてるんですよ。気がついてるんだけど、その、どうにかしてね、二つ方法があるんです。この、あ、ちょっとまだこの遅れちゃった人のケース、どうやって、バイブレーションが低い人がどうやって高い人を、と対処するかって二つ方法があって、この人がとにかくこの人を下げようとするんですよ。だから、これを下げようとする、この人がですね、高い人を下げようとすることをするんですね。いやー、そんなことやってもあなたはできませんよとかね、ネガティブな言葉をどんどんこの人が吐くんですよ。このいい人に対してね。それで、そうするとだんだんバイオーション落ちるわけですね。で、そうやって、どんどんそういうネガティブさっていうのをこの人が植え付けようとするんですよ。このポジティブな意識っていうか、ある程度バイブレーションが高い人に対してですね。そしてこのバイブレーションが落ちてきて私のところに来て、ああ、安心ってことがしたいわけです、この人は。だから、ネガティブな言葉を結構吐くんです。だけどね、あと、そういったネガティブな言葉でなければ違った、最悪の場合は DV っていうケースもあるかもしれないですけどね。DV、男性の場合だとこっちが、女性のケースだと DV っていう形をとって相手をこう屈服させて、言うこと聞かせようっていう。で、DV することによっても、バイブレーション落ちる。ね。で悩む場合、バイブレーション落ちますからね。こっちは、しめしめ、エネルギーもらったぞ、みたいな。バイブレーションもらったぞ、みたいなところもあって。で、落ちたら楽、ね、自分と同じ中楽になるからね。自分が疎外感というか、自分が下がってるっていうことを感じないで済みますからね。っていうことをするわけですよね。まあだからね、そういうところが問題としてはあるなと僕は思いますね。で、あと逆に、あとこの逆のもう一個なんですね。だから、あともう一つね、ここの人がもし、そのマイナス的なことをやってるこの人ですね、ここら辺のこの人がですね、マイナス的なことを一生懸命やっててもですね、それに、あ、やってるんだなとそういうことを理解しててですね、頑張るってケースもあるんです。頑張れるケースもあるんですよ。頑張ってこの人が、頑張ってね、いただきまして、いろいろ言われてもね、あ、この人はこの人が下げるためにやってるから気にしないと。私は私だし、私は素晴らしい存在だし、人の意識に、人の、ね、意見にね、私は左右されませんっていう、すごく設定しといてね。まあ、設定しなくても、強く持ってる人は左右されないんだけど、微妙に上がってる人のケースは、こういう、多分これにいる人とかね、すごく上がると、人の影響を受けないんですけどね。もう自分のしっかりしてる人っていうのはね。だけど、ちょっと微妙な位置にいる人が、ここの人が一生懸命こうやって下げようとするとですね、
やっぱりネガティブな言葉で下がっちゃったりとかするんですよね。それがちょっとかわいそうっていうかね、ちょっと問題ではあると思うんです。だから、まあ、なるべく自分のいる位置をですね、キープしてください。あの、マイナス的な言葉をかけられてもですね。で、この人が何でやってるかって理解してください。だから自分のバイオリスト低いからやってるってことで、しょうがないと。ね。で、本当は、あの、この前もちょっと説明したんですけど、あの、職場とか、とにかく友人関係でこれが出た場合は、この友人はカットしてください。基本的には。うざいから。あの、この友人は成長する意識がなかったんだから、今そこにいるっていうのを選んでらっしゃるので、無理にね、まあ一回、何回か喋ってあげるのもありだとは思うんですけど、喋って理解できないっていうか、私は私でいるみたいな、そこにいるっていう選択をされてる場合は、この自分を下げようとするね、行動する友人がいた場合は、その友人とはもうお付き合いしない方がいいと思います。それはもうすぐ切ってください。あの、はっきり言っちゃうと、邪魔です。邪魔っていうか、成長のための、邪魔になってしまうのでね、あの、切ってしまっていいと思います。ただ問題としては、職場の人と、旦那さん、奥さんとかね、その、あと家族、そこの場合は、切っても切れないっていう問題があるわけですよ。でも、まあ、切っても切れないけど、切る方法もあるけどね。強引に切る方法もあるかもしれないですけど。だそういう場合には、やっぱり自分の位置をしっかりして、キープする、その、ネガティブな言動で下げようとしても、それで その罠にかからないってことをずっとしてくださいね。そうすると、こちらもしょうがなくてですね、この人の対応としてはもう一つ方法が、もう、こちらが落ちてこないと。したら、しょうがない。自分が上がるしかないって言って、上がってくることがあり得るんですよ。それを待つっていうのがあります。ちょっと愛ですね、そうなってくると。ちょっとすごく愛なんですけど、うん、そういう状態でですね、待っていただくって方もあるということなんでね。うん、はい。みちこさん、関わりのあることを切ったことありますか？まあ、基本的には切ってないんだけど、バイブレーションが変わってくると、自然とやっぱり月、あまりにも差がある人がいて、こう開いてきたときに、やっぱり、もう、趣味が合わなくなったりとか、ある程度開くと、もう、人生の中で接触がなくなってきますよね。だから人間関係が変わっちゃうので、無理に切れなくても、大丈夫かもしれないですね。まあ、自然になっちゃうんですね、そこはね。アリーさん、周囲の年配者はそんなことをやって、本当に食べていけるのとしか言いません。うん、まあ、それは恐怖が相手の方にありますからね。例えば年配者の場合は、そういったことをやってた、その自分の年齢層の中にそういうことが仕事として成り立つっていうのが、まあ、仕事って今ヒーラーとかの場合だと成り立ってる場合がありますけど、その成り立ってるっていう時代ではないところでいらっしゃったのでね。そこは恐怖とかいろいろあって、そういうことを言われる可能性はありますけどね。で、魂の成長っていうのはすごく重要なことなんでね。例えば、本当は、例えば今ね、これを、まあ、宗教的だって言われちゃうかもしれないんだけど、宗教研究家ですから、まあ、スピーチャー研究家だからね。例えばね、肉体死んでね、例えばお金とかいっぱい貯めといても、肉体死んだら、ほら、お金持っていけないじゃないですか。だけどね、魂の成長だけは持っていけるのよ。それ知ってますよね、皆さんね。もう魂の成長だけが唯一、あなたの死んだ後も貯金として残るんです。そしたら何を残します、あなたは。っていう話もあるわけですよ。まあ、ってとこありますけどね。うんうん、はい。みなこさん、言い方が悪いかもしれませんが、逆に主催さんが相手の方から切られているということも言えるんですね。いや、それはちょっとわかんないけどね。切られたケースはちょっとないと思うけどね。ていうか、バイブレーションの問題なんですよ。うん。でもね、基本的にそれはちょっと極端例の、足を引っ張る人がいたケースにおいてこれを言ってる話であって、だから、この人はもう前足的なところに取り憑かれていて、
自分より前を行く人が嫌なんですよ。そういう人がね、たまに現れるんですね。例えば、ね、奥さんをコントロールしたい旦那さんで DV とかね。そういうこともありますよね。で、DV のケースはもう、だから、それはずっといるともう、怪我したりとかあるわけだから、そのままもう離れないと無理ですよね、そうなってくると。だから、そういう場合は離れてくださいっていうことでもあるんですけどね、実は。だから、まあ、ね、あ、そういうことなわけですよ。ね、で、あとは何かありますかね？質問は来てないんですかね？美奈子さん、私も離婚経験者ですが、現実面の問題が主で、スピリチュアルの考えで離婚という発想はないように感じます。あ、そうですね。これね、あ、まあ、ケースとしてはあります。やはり、話が合わなくなってしまうのでね。まあ、でも、基本的には、やっぱり、同じように上がっていくっていうのは、いいですよね。はい。ラゴさん、スピリチュアル関係でネガの言葉、吐く人いました。ここ3ヶ月でガラリと変わりました。B 型の人、意識の高い人多いです。だから、待ってると上がってくるっていうのもあるんでね、だから、完全に切っちゃうっていうのもね、あれなとこもあるんですよ。だから今すごくネガティブな場合はちょっと避けとくっていう方法もあるかもしれないですね。だから自分を下げようとする言葉を下げ、言う人っていうからは離れた方がいいと思いますね。影響される場合は。ということなんですよね。まあ、でもそれも、まあそういう人がいるというだけで、それどうするかは自由なんですけどね。皆さんのね。どうでもいいんです。だから、どうでもいいって変なんですけど、自分が影響されないんだったら別にいいんですけどね。で、あとでも、バイブレーションの問題があるから、いずれは、その人がいるべき場所に行くのでね、あんまり関係ないともいいんですけどね。まあ、ということで、例えば、そうですね。だから、離婚しちゃった人もいるんですよ。知ってる人でね、やっぱりね、それはある。でも、まあ、その人の選択なのでね、なんとも、だから一緒に行くって選択もあり、離婚するって選択もあり、ね、いろいろですよね。どっちでもいいんですよ、は。その人の選択ですから。マリーさん、芥川賞の75歳の黒田さんはすごいと思います。ごめんなさい。ちょっと情報がなくて、今。韓国いるからかな。ちょっと情報がないんで、ちょっとわかんないですけどね。すいません。まあ、っていうことなんですけどね。まあ、そういう感じの、ちょっと今日はお話でございました。今日短いんですけどね。はい。だから、結局、ね、あんまりどうしたらいいっていう、ここでは回答としては言ってなくて、結局自分で決めてくださいっていう話なんですよね。それしかないんだ、結局。だけど、あんまりにも DV がひどいだとか、それはもうエマージェンシー状態なんですよ。そういう場合とかは、あと、あまりにもそのマイナス的言葉だとか、いろんな方法であなたを下げようとしてる人が周りにいた場合、その人からは下げてく、その人からは遠のいた方がいいですよっていう話ですね。だから、無理してそこにいる、自分を犠牲にしてそこにいる必要はないということですね。そういう話をしております。だってあなたが一番大切なんですから、あなたが犠牲者になる必要はないんですよね。で、しかも、すごくいい意識状態の方にどんどん自分が歩いていってる時に、その足を引っ張ろうとする、人がいるっていうのはあんまりいいことではないとは思うんですよね。でも、ある種それも経験なので、そういう人がいるっていう経験することも悪いことはないとは思いますけど、まあそういった時に、まあどうするかは自分で決めていただければというちょっという話です、今日は。はい。ということで今日はちょっと短いんですけどね。はい。
結局自分で決めろよかっていう話になってしまうんですけど、でもだからこのばっかりはだって私が決めるわけにもいかないし、ねえ、っていうことになってしまうんですけどね。まあだから選択自体はどちらでもいいんですけどね。どちらでもいいんですよ。要は。だからそこで自分が頑張りたいんだったらそこにいる。でもそこでパッと、ね、その人間関係を変えてどっかに移るとか、そういうのも、それも一つの方法だし、まあいろんな方法がありますよということですね。ただ選択肢がなくて、例えば自分はそこで耐えなくちゃいけないんだみたいになっちゃってると、ちょっとそれはほら、完全に出口がないでしょ。それもまずいと思うんですよね。だから私は自由にどちらでも選べる立場にあるっていうことを認識しておくことは、重要だと思うんですね。そう、だからどっちも出口があるわけだからね。それはすごい自由に選んでるってことが、すごくその人を楽にするところはありますからね。出口がないってなっちゃうと、もう、すごく大変な感じになっちゃいますからね。チョコリンコさん、だんだんと差が出た関係は苦しくなります。なるほどね。美奈子さん、そういえば、以前ここで良いのかな、出演していた方が、私が住んでいるところの雑誌に載っていました。主催さんも嬉しかったのではないでしょうか。確か、例のこととかやってらした。誰かわかんないですね。すいません。いや、ここのテレビ、もう出た方、何人になるかわかんないですけど、ここのテレビで出た方、400人ぐらいはいるんじゃない？ 400 人いないか。300人ぐらいはいるんじゃないですかね。だから、ちょっと誰かっていうのはわからないんですけど、まあ、嬉しいかってもちょっとまた微妙なんですけど、わかんないんですけどね。まあね。まあ、とりあえず、スピーチャーテレビのスタンスというのは、なるべく多くの情報を提供しようっていうのがまず一つあります。それは、見てる人ってね、見てる人のレベルが全然バラバラなんですよ、実は。見てる人のレベルもバラバラだし、興味もバラバラなんですね、基本的には。だから、その中で、その人がやっぱり自分でこの情報をつかむっていうか、ね、その自分に必要な情報をつかんでもらうことが必要なんですね。だから、いろんなものを紹介しているっていうところなんですね。だから、皆さんを大人として実は扱っていて、子供のようにね、例えば、はい、これ全部覚えなさいっていうことは、この程度はしてないんですよ。だから、例えば、先生の中でもね、本当いい先生を全員出したいんですけど、どうしても、この先生はちょっと間違ってるとか、2、3%、ちょっと20%、30%あるぞっていう先生もいるときはあるんですよ。で、そういうときはね、やっぱ皆さんがその先生をよく見て、その中からやっぱり掴んでもらいたいと思うんですね。このところは本当のこと言ってるぞと。あ、これはちょっとここ違うかもしれないなって。それはやはり皆さんが見る目を持つっていうのがすごく大切なわけですね。で、このテレビは暗記してくださいっていうテレビでもまたないんですよ。だから、皆さんが皆さんの主人公ですので、皆さんの目で私はこれは信じる、これは信じないっていう、掴んでもらいたいと思うんですね。それが重要だと思うんです。で、まあでも、あんまり全部信じないっていうのもあれなんで、まあ、試してみるとかね、あ、試した結果、あ、これ違うっていう場合は信じないとかね、そういうの方がいいと思いますけどね。全然自分が知らない、判断できないやつに関してはですよ。ね。まあ、ということでね、皆さんはですね、実は見てる方は大人扱いしてるテレビなんですよ。だから、まあちょっと語弊はあるんですが、ちょっと誤解されてしまう時はあるんですが、このテレビは中上級者向けのテレビですよという形を取らせていただいてるんですね。美奈子さん、エクソシスト協会というのがあって、バチカンの方が公式に溶接される機関があるんです。そこの雑誌です。ああ、なるほどね。なるほどね。そっか。まあ、エクソシスト教会ってありますよね、確かに。まあ、でも、スピリチュアルって、またこのね、スピリチュアルテレビのスピリチュアルを誤解しちゃうとまずいんですけど、スピリチュアルっていうのは、まあ、確かに霊っていうのも扱うんですけど、本来のスピリチュアルの役っていうのは、精神的なものの活動、すべてのことをスピリチュアルっていうんですよ。だから、キリスト教の牧師さんもスピリチュアルな人っていう表現を、英語ではするんですね。だから、宗教関係者もスピーチャーの人だし、
こういった、スピーチャルな、まあ、日本で今スピーチャルって言ってる人たちもスピーチャルだし、あと悟りだとか求めてる人もスピーチャルだし、例えばハワイのね、例えば、シャーマンだとかね、まあ、そういったカフナとかシャーマンとか、まあ、アマゾンのね、シャーマンとか、そういう方々もスピーチャルなんですよ。だから、このテレビで扱っていることはすごく広いです。広いけど、実は、つながっているってところを理解していただくと、すごく、ここが勉強になるテレビではあるんですけどね。はい。マリさん、エクソシストの映画は本当に真実なんですか？ですね、エクソシストの映画自体はフィクションなので、いろんなものはフィクションなものが多いんですけど、エクソシストというもの、職業はあります。はい。はい。だから、霊がついてっていう感じになってる方がっていうのももちろん実はいてですね、そういうものも実はあります。はい。でも最近はもう、ね、このテレビ見てる人っていうのは、霊がついたつかないとかっていうレベルを超えちゃった人がもう多いので、あまりやってないんですけど、まあ、まあね、ついたから説明しておきますけど、霊がついちゃうっていうのは、結局、その人の波動にこうして霊がついちゃうんですよ。例えば、すごくマイナス的な意識を持ってなければ、基本的には霊はつかないんですよ。で、霊がつくようなマイナス的な意識を持ってると、霊が同じ波動だから、共鳴して来たりとか、そばにいちゃったりとか、入っちゃったりするわけですよ。だから、それで、まあ、その霊的なものが入っちゃって、どうしようって話で、その、まあ、キリスト教だったらエクソシストっていう人がいるし、例えば、日本だったら何でしょうね、霊能力者とかでしょうかね、わかんないです。受けたらいたでしょうかね、いたさんでしょうかね。そういう方がいて、そういう人たちを、出したりとかね、出して、その人が入らないように、もう心の訓練をさせて、もうちょっと意識をちゃんと持ちなさいと、もっとネガティブじゃなくて、ポジティブに行きなさいとかね、訓練させてやる人はいると思いますけどね。だから、でも、実際には、まあ、そこの、あまりそこでもう苦労する人ってあまりいないので、あまりこのテレビではもう扱わないんですね。で、だからネタとしては、昔はちょっと結構扱ったけど、今は、だから中上級者のネタに特化するような感じで、やっているんですね。うん。だって、いろんなもの扱うっていうのはね、ある種こう、難しいところあるんだけど、でも、だから見てる人にやっぱ選んでもらいたいんですよ。その人の。だから、本当のこのテレビって皆さん大人扱いしてるんですね。だから、本当に暗記しろだとかね。これ全部正しいから、このテレビ全部正しいから全部覚えなさいなんてことは絶対しないんですよ。で、実はその中からね、本物を見つけ出す力を養っていく過程で上級者に上がっていくわけですよ。皆さんがね。だから、でも、究極言っちゃうとね、その上級者とかっていうのはね、世の中のものを見ててね、偽物も本物だっていう考え方もあるんですよ。偽物、あれは反面教師だねっていう。切り替えちゃうんですよ。あれは悪いことやってる。あれは反面教師だね。あれは反面教師だから、まあ、あの人に関わる人は反面教師としての役割になるねと。つまり、嘘ついてる人とか、変なことやってる、まあ、偽霊論力者とかですね、とかもいるしね、まあ、そういう形になりますよね。で、まあ、そういう形に見ることもできるんです。だから、いいもの自体を全部いいっていうのは、すごく、実は、まあ、中級者ぐらいのことは大体わかるんですけど、いいものをいいっていうのは、誰でも判断できるんですけど、まあ、ここのテレビで上級者って言ってるのは、上級者クラスになっちゃうと、悪いものと見て、自分の糧にしちゃうんですよ。まあ、ひっくり返すことができるんですよ。悪いものっていうものは、その人が使わなければ、反面教師だねっていう。あれは反面教師だから、ああいうふうにはならないようにしようって、ひっくり返すことができるんですよ。そうすると、上級者クラスの視点っていうのは、その世の中に悪いものはないになっちゃうんですよ、実は。そういうね、見方っても実はあるんですね。はい。ね。まあね、あまりさん、昔の映画だと、けど、今も本当にいっぱいですっていうのありますけどね。まあ、なるほどね。まあ、フィクションなんですけどね。でも、まあ、ちょっとコメントしづらいな。
まあ、ちょっと、なんか、ちょっと引っかかる、自分に引っかかるものがあると、怖いってこう、思っちゃうとかもあるかもしれないですね。だから、もし、あんまりすごくそういうのが、自分は怖いっていうのがあるんであれば、まあ、誰かに見てもらうとか、ね、スピーチャーカウンセリング受けてみるって手はあるかもしれないですね。なんでそれが自分はすごく怖いと思うのかとかね。でもほら、怖い映画っていうのも、僕はほら、基本的に怖い映画見ないんですよ。で、なんで怖い映画を見る、まあ、でもね、見ようとして見たんじゃないかもしれないですけどね。だから、見ようとして見ないんですけどね、僕は。うん。だから、でも、もう、怖い映画もね、なんか知らないけど、見たくてどんどん見ちゃうけど怖いっていう人がいたとすると、何かそこに引っかかるものがある可能性があるんですよね、心の中に。それを見ていくっていう必要があって、自分で見ていく方法もあるかもしれないけど、できなければスピーチャーカウンセラーに見てもらって、あ、こういう問題ありますよねって見て、それを、まあ、クリアする方法をね、取っていただければと思うんですけどね。はい。ちょっと今日はね、話、短いんですけどね。あの、ちょっと、遅く始まって短くて申し訳ないんですけど、まあ、ちょっと最後の方、ちょっといろいろ広がりましたけど、どうもありがとうございます。ね、質問がいっぱい来たんでね。はい。ということで、とりあえず言っとこうということで、光る人の足を引っ張る人ということと、まあ、スイチャー離婚っていうのね、ありますよと。いう話をちょっと、させていただきました。それではまたお会いしましょう。Thank you.